お目にかかります、大神官様。私はグランゼドーラ王国の王女、アンルシアと申します。ほほう、そなたが勇者姫アンルシアか。して、何用があってこの神殿へ来たのじゃ？私はレンダーシアを守護する要石、神の秘跡を守るためここに参りました。秘跡は今大魔王に狙われているのです。このダーマ神殿はレンダーシアにおいて聖なる場所と崇められています。もしかしたら神の秘跡があるのではないかと。神の秘跡とやらのことは知らんが、わしの見た夢と関係があるやもしれんな。この神殿の奥、天眼の座と呼ばれる場所にダーマのご神体が収められておる。わしはそれが何者かに壊される夢を見たのじゃ。なるほど、そのご神体こそが神の秘跡なのかもしれません。どうにもその夢が気になってのう。わしはご神体の無事を確認するため天眼の座に赴くつもりだったのじゃ。それはちょうどよかった。私と勇者の盟友である彼も同行させていただけないでしょうか。なんと、この者は勇者の盟友であったのか。私の持つ勇者の力を注ぎ込むことで神の秘跡は神代の時代の力を取り戻し、悪しきものを寄せ付けなくなるはずです。おお、それならば断る理由はない。わしからも同行をお願いしたいくらいじゃ。天眼の座の入り口を開く祈りの儀をすぐに執り行うとしよう。地下1階の儀式の間に向かってくれるかの。ご協力に感謝いたします、大神官様。では私たちは儀式の前へ向かいます。
待たせてすまんかったの。早速祈りの儀を執り行うでな。お二人は下がっておられよ。ジュアロよ、浄化の種火よ。はは。おお、天よ、我は願い、我は祈る。我をその座に導きたまえ、その座に願いを届けさせたまえ。祈りの儀により扉は開いた。それでは天眼の座へ赴こう。皆の者、わしについてまいれ。私たちも行きましょう。神の秘跡があるなら、勇者の力を注ぎ込まないといけないわ。見て、やはりダーマのご神体は神の秘跡だったわ。どうやらまだ無事のようね。ああ、確かにご神体は神の秘跡であったようじゃな。石の輝きがかなり落ちているわ。今すぐに勇者の力を注ぎ込みましょう。そうすればもう大丈夫です。大神官様の見た夢が現実にならなくて本当に良かったですね。それはどうでございましょうね。夢が現実となるのはこれからなのですから。神官様、何を。まさか勇者とその盟友を引き連れて神の秘跡と対面することになろうとは。いやはや嬉しい誤算と言えましょう。神の秘跡もろとも邪魔者どもを亡き者にできるとは、なんたる幸運、そしてなんたる光栄。大神官様。はじめまして。私の名はファズマ、幻魔将ファズマとお呼びいただきたい。魔元帥ゼルドラド様の命によりこの地に隠された神の秘跡を破壊しに参上つかまつった次第。そんな、すでに大魔王の手の者がダーマ神殿に潜んでいたなんて。大神官様が魔物に。変幻自在の幻術でダーマの大神官に化け、神の秘跡のもとへ侵入する我が計画、見事に成功のようでございますね。そうと気づかず
私のお手伝いをしてくれた愚かな方もおられましたがね。勇者もろとも神の史跡を闇に葬ってしまえば、まさに一石二鳥。大魔王マデサゴーラ様もさぞやお喜びになりましょう。こいつを倒して神の史跡を守るわよ。一斉のよろしいことで、しかし残念ながらあなた方は速やかなる死を迎えるのでございます。我が現実の冴え、とくとご覧あれ。この現実を破らぬ限り、あなた方に勝利などありえないのでございます。私たちが来る前に祈りの儀が行われてたら大変なことになっていたわ。それじゃ急いで神の秘跡に勇者の力を注ぎ込むことにしましょう。
これでここの神の秘跡は神代の力を取り戻したわ。もう大魔王にも手出しはできないはずよ。大神官様は？あの大神官様は魔物が化けていたのです。私たちが倒しましたのでご安心ください。神の秘跡も力を取り戻しました。そうですか。あれは魔物が。では本物の大神官様はどこに？大変だ。探しに行かなくては。こんな手を使ってくるなんて、敵もいろいろと考えるものね。本物の大神官様を急いで探しましょう。大神官様、本当にご無事で安心しました。すまんかったのう、わしが油断しておったばかりに。おお、かの者と勇者姫様ではないか。ジュアロからそなたらの活躍は聞かせてもらったぞ。情けないところを見せてしまったのう。突然押し入ってきた魔物に妙な術をかけられ、身動きが取れんようにされてしまったんじゃ。その上、わしの姿が誰にも見えぬよう消されておったらしく、今しがたやっと見つけてもらえたというわけじゃ。天眼の座にあるダーマのご神体は神の秘跡であったということじゃが、実はこのような話が神殿に伝わっておる。神の時代、人間の神グランゼニスとダーマの神は良き友人として信仰を深めていたという。グランゼニス神が果てた時、その力が込められた石の一つがダーマの神に託された。その石が眠る山をダーマの神は霊峰ダーマと名付け、当時の神官たちに神殿を建てさせ、ダーマの御神体として未来永劫を守り続けるよう神託を下された。それが言い伝えの内容じゃ。神の秘跡を守ることは本来我々ダーマの神官の役目なのじゃよ。それなのに今回はそなたたちに助けてもらうことになってしまったの。我々は大いに反省せねばならんな。本当によくやってくれた。そなたには礼のしようもないが、せめてこれを受け取ってはくれぬか。勇者の盟友たるそなたの運命は、このわしにも計り知れぬ。ここで無事を祈っておるぞ。我々も祈りましょう。あなたの無事と旅の成功を。
そろそろ戻ってくると思っていたぞ。そなたがアンルシアと共に三つの神の秘跡を守ってくれたことはすでに聞いている。まことにご苦労であった。これで大魔王といえども神の秘跡におい、それとは手を出せぬだろう。そして世界の運命も大きく変わった。そなたに託した運命の振り子にも力が満ちているはずだ。早速だが、運命の振り子を使い、新たな運命の得意点を確認したいと思う。こちらに集まってくれ。運命を司る聖なる振り子よ、新たな運命の変異を促したまえ、そして行くべき道を示したまえ。ソーラリア峡谷を指していますね。再びあの地で何かが起こるというのでしょうか。古き神の遺跡にあった秘跡は壊された。それにより、新たな運命の得意点が現れたとしても、おかしくはないが。これはどうした？振り子が一体何が起きたのですか。何者かが運命が変異することを妨害したとしか考えられぬが、振り子から恐ろしい力を感じたよ。これで我らは導きを失った。これより先は自身の力だけで運命を切り開いていくしかないわけだ。アンルシア、ソーラリア峡谷の様子を見に行ってくれるか。まずは現状を確かめねばならない。あの遺跡での戦いで私は兄様を止めることができなかった。すぐに向かいます。これ以上大魔王の好きにはさせません。ルシェンダ様、私はもうあの時の私ではありません。さあ行きましょう。今のソーラリア峡谷にはこれまでにない危険が待っているかもしれん。十分に注意していくのだぞ。感じるの。とにかくあれが何なのか調べてみる必要があるわね。近くまで行ってみましょう。
それは道を塞いでいるの。勇者とその盟友、世の巨城魔剣宮殿へようこそ。古き世界の破壊者にして新たな世界の創造者なり。大魔王マデサゴーラ、姿を見せなさい大魔王。偽りの世界を作り、兄様をも利用して一体何を企むの。ついに世界の侵食が始まったのだ。そなたの兄が神の秘跡を砕いたおかげよ。世の目的は一つ、古びた世界を自ら作りし世界で侵食し、世の理想の世界を生み出すことだ。やはり偽りの世界を使ってこの世界を乗っ取るというのがあなたの目的だったのね。世を止めたいか勇者。だが共に戦う盟友を得たと、それは叶わぬ願い。盟友と呼ばれようと、その者の心の奥底には拭い去ることのできぬ恐怖が潜んでおる。今から世が見せてくれよ。できなかった死そのもの。哀れなる勇者よ、頼みと信じた盟友の恐怖に押しつぶされ、今ここで朽ち果てるがよい。つまんないもの見せてくれますね。あの人はそんなものに負けない。未来が見えなくてもわかります。彼は恐怖しようとも決してそれに押しつぶされません。私たちが共に立ち向かうから。仲間だからな。行こうぜ。
光部。
頼もしくなれたでしょうか。キレが増したみたい。うっぷっぷっぷ。ここに住んだ今日、打ち払うことができるとはな。私たちはあんなものに負けない。次はあなたを倒すわ。ならばこの巨城の深淵まで来るがいい。世の作り出した結界を破れるというのならな。私が破ってみせる。そなたたちは世の理想の世界の到来を指をくわえて見ていることしかできぬとしら。待っていなさい、大魔王マデサゴーラ。私は絶対にあなたを倒すわ。そして兄様を救い出してみせる。
悔しいけど、大魔王が言った通り、今の私たちにはこの結界を破る方法がないわ。一度グランゼドーラ城に戻ってルシェンダ様に相談してみましょう。ソーラリア峡谷に大魔王マデサモーラの居城が現れたこと、トーマによって神の秘跡が壊されたことで、大魔王の目論みである世界の侵食がついに始まってしまったわけだが、こう考えることもできる。大魔王自らこちらの世界に現れたのならば、今こそ奴を倒す好機であると。ですが、大魔王の居城を守る結界は私の力では破ることはできませんでした。勇者の力をもってしても破れぬ結界か。覇者の秘技も全て覚え、盟友の協力もあります。それでも力が及ばないなんて。アンルシア、そなたにはまだ一つだけ勇者として欠けているものがある。ペガサスの存在。ペガサス、先代の勇者様と共に悪しき者と戦ったと伝説に出てくる空を駆ける天魔のことですか？伝説によれば、かつてペガサスは悪しき者の作りし結界を破り、勇者を勝利へ導いたとある。ペガサスの力が借りられれば、大魔王の居城の結界を破れるかもしれん。しかし、ペガサスが本当に存在するのか、存在したとして今どこにいるのかは私にも分からない。英知の冠の力を今一度結集し、ペガサスの所在を突き止めてみよう。